はい、中村翔太です。皆さん、いつも見てくれてありがとうございます。今日は前回の動画の続きです。続き、関連する話です。まあでもこの動画だけを見てもらっても、一応なんというか、まあ伝わる部分もあるのかなとは思います。でも、もしもちょっとこうね、詳しくいろいろ知りたいなっていう方は、前回の動画の続き、を見てから見ていただくのもおすすめです。でもどっちでも OK だからね。で、前回の動画はパラレルの歪みの話をしました。5月の29日にパラレルの歪みが生じていて、でもこれが僕たちが5月の29日を通過するときに、この歪みがブワーンって治りますよ。それによって、まあ、簡単に言えばエネルギーが大きく動きますよ。それによって僕たちのめっちゃ深い意識が、僕たちの、選んでいる方向にすごく動き出しますよ。つまりパラレルの歪みがあり、それの影響で僕たちの深い意識が、また一つ大きく変容する、そういう時期ですよ。それが5月の29日から6月の5日までこのエネルギーの影響が続くんですよっていう話をさせてもらったと思うんですね。で、なんかそのね、ちょっとワークとかね、前の動画でお伝えさせてもらったと思うんですけれども、実際に5月29日を通過し、今この動画撮ってるのが30日でね。で、実際にこの期間に入ってみて、僕が今感じてることであったり、少しこうね、また追加して表現できたらなって思うものがあったんで、今ちょっと動画を撮ってます。でも実際29日の午前中の11時、まあ、ちょっと前ぐらいから、本当にこうね、あれです、エネルギーがちょっとまた、ちょっと非日常っていうか、特殊なねエネルギーになって、グワーンって変わったの、僕はリーディングっていう角度で見ていてすごく感じました。今もその流れは続いているんですね。まあ、さっきも言った通り、6月の5日ぐらいまでこれが続きます。で、今日朝ね、この人何言っとんねんって思う人もいるかもしれないけど、今日の朝ね、僕ね、時間がね、5回戻ったの。ある一つの一瞬なんだけど、その一瞬の時間が連続して5回やってきたので、これ何が起こってるかっていうと、僕はその時ある気づきを得てたのね。あ、これってこういうことか、みたいな。その気づきが、まあ、一瞬じゃん、気づきって、ハッてする。この、ハッとする瞬間って一瞬でしょ。で、この瞬間、最初、まあまあな気づきだった。で、次、時間を、瞬きが一回ぐらいの間に、また一瞬にしてやり直すんだけど、次の瞬間は、もうちょっと深い気づき。で、もう一回やり直してってやっていくと、5回目ぐらいでようやく、すごい僕の中で深い気づきになった。だから、なるほどっていう、この瞬間を5回やり直して、薄い気づきから深い気づきに、まあ、要するにやり直したんだよね。で、これってあまりにも一瞬の出来事なので、なかなかね、気づかないことが多いと思うんですけど、こういうことってでもね、あれなんだよ。これ僕だけがしてるんじゃないからね。気づかないだけで多くの人がやっているんだよ。で、まあそういうことがね、今日の朝もあったんだけど、まあ、つまり、すごくね、僕たちって今ね、パラレルの選択っていうことがね、とってもとっても大切なんですよね。特にこの歪みのエネルギーの影響で、僕たちがとても認知できないレベルの深い意識が今、ぐわーんとこう動いていっているので、その歪みのエネルギーの影響でね。なので、こうやって動いていくからこそ大事になるのは、前回お伝えしたような軽やかさであったり、自分の選択なんですね。で、この選択にまつわるんだけど、このパラレルを選んでいくね。すごく大事なの。だから、僕の中の深い意識が5回やり直したんだよね、その気づきを。そうそうそう。で、なのでね、それぐらい僕たちは今、選択っていうものがね、また一つ大事になっていると思うし、またその選択っていうのも、もうちょっと言うとこう、パラレルレベルでの選択の話なんだよね。で、じゃあ、どういうことを大切にしたらおすすめかなっていうと、まず一つ目は丁寧に選ぶことなんだけど、選んだ時に違うなと思ったらやり直してみてください。
特にこの、本当はこれは人生においてずっと大事だと思うんだけど、特にこの6月5日までの間っていうのは、例えば何気ない小さなことでも、誰かにこうだよねって何か表現した時に、あ、なんかでもちょっとずれてる気がするんよね、ちょっと違うかなって思ったら、もう一回声かけて、もっと自分がしっくりくる言葉で言い直してみてください。さっきはこう言ったんだけど、もうちょっと適切に言うとこういうことかなとかね、そういうふうに、まあ、言い直し、やり直しできることっていうのは、選び直してみてください。そうすると、要するに僕たちは今深いところがグワンって動いていっているので、昨日の自分をなぞるような言葉や行動が合わなくなってきている場合があるんです。全部じゃないにしても。そうすると違和感が出るので、ちゃんとそれをやり直すと、この頭の自分、深いところの自分がもう動いていっているので、頭の方の自分っていうのもこっちにちゃんと追いついてくるようになります。で、あまりにもこれが離れすぎてしまうと、この深いところの自分の変化がちょっとスローペースになってしまうこともあるんですよ。なので頭の方の自分もこうやって選び直すっていうことをね、なんかちょっと違かったかもって思ったらちょっと選び直してみるってやってあげると、この深い方の自分に頭の方の自分がペースを合わせて同じ温度をなんかこうできるだけね保てるようになります。それによってこの25月29日から6月5日までのこの深い意識の、まあ、とても頭じゃ捉えられないようなレベルのそういう深いところの自分の変化を止めずに、逆に言えば応援してってあげることができるので、それはすごくおすすめだなって思ってます。また29日を過ぎてからね、こういう動画を見たよっていう人もいらっしゃると思うんですけど、別にそれはそれでいいんだよ。だってそれはみんながみんな最善なタイミングがあるんだから別にいいじゃんね。あなた自身があなたのタイミングを疑ってしまったら、誰があなたを信じるのって話になっちゃうでしょ。あなたが見たのが、例えばそれがもう5月29日過ぎたとかも全然いいの。そう、だってそれはあなたのタイミングをあなたが選んでね、今見てるんだったら今見てるんでしょ。いいじゃん、それで。それを祝福してあげたらいいじゃん、認めてあげたらいいじゃんね。そんな感じですね。皆さんいろいろコメントとかね、いつもくれてありがとうございます。ね、今日はじゃあこれで終わろうかな。うん、じゃあね、バイバーイ。今日も楽しんできてね、バイバーイ。